そうすると、吉林っていうのね、吉野さんっていう人は、ずっと来れなくなる。彼の生活からすると、これからもうね、止められてるんですよ。僕は彼のダイレクトメール見ててもいいですけど、まあ、似てますよ。一回だけ返事来ましたけどね。別に工事の方に見せていいと思います。それで皆さん、よしにと思います。こんな感じですよ。一回だけ返事来てます。なんで返事来てるか。ここで、はじめまして、NHK 党の橘隆と申します。私に取材もせず、一方的に私の批判を選挙演説されるのは、卑怯だと思います。ぜひ一度お会いしてお話ししませんかって、話を、話し合いをしようって聞こえられてます。これに対して、後にも先にも一回だけ回答が来てます。橘さんこそ私に一切取材もせず、量、粒子、力学、まあなんか、なんとか力学、まあ粒子力学のことも、粒子医学のことも一秒も勉強せずに、カメハメハでコロナを治す、などと一方的に、嘘をルフし、卑怯極まれないです。嘘つきで医学や医療法を勉強していない無知な人とは話はしません。でこれに対して、で僕は14日の新橋の参政党の街頭演説にお邪魔させていただきますって返した後に、彼が黒川君がずっと言ってる論破しに来いっていう4ヶ月前の7月ぐらいの彼の動画を出してて、これは撤回されるでしょうかって思ってるんですけど、してないですよ、返事が。これね、もう完全に、参政党の本部が、吉野さん、あんたもう NHK 党や立花さんに反応するのやめろって言われてる証拠なんです、これ。だから今日も予告なく来てない。このまま、来月も立花さん来るって言ってんの？これはちょっと予定外やな。ねえ。ナミヤ君、僕ここで立ってたから僕のこと知ってるわけですよ、この歯が知ってるから。何一つ触れないでしょ。これはもちろんね、クローカーさんのやったことは僕はもうこれでいいと思ってますよ。でも、まあまあ、バレてる。対策打たれてる。しかし、俺はそんなレベルじゃないから。それはそんなレベルじゃないから。だから、ゆっくりゆっくり参政党を信用してる人を、まあ、置いていくっていうかな、その洗脳から置いていくっていうことをするのは、過激にやると余計に固まるんですよ。